はい、ということでおはようございます。今日も一日頑張りましょう。そうですね、今日はね、手に職をつけることが素晴らしいことなんだっていうことをね、ちょっとお伝えしようと思います。まあ僕自身もですね、今この自動車の仕事をしながら、映像の仕事をやっております。でもね、やっぱこう起業したての頃っていうのはね、だいぶ、苦しかったりしてたので、やっぱりね、そういう時でもね、自分がやっぱりこう技術っていうものを持ってたっていうことが、やっぱりこう食いっぱぐれないっていう意味では非常に良かったなって思いますね。まあ、20年以上やってきた仕事なんですけど、まあ一つのことをね、やっぱ極めるっていうか、まあまだ、ね、極めてるかどうかわかんないですけど、そのでも使い道っていうのをいろいろ考えると、まあ、やっぱりやらないよりはずっとやり続けることの方が、まあ、メリットとしては大きいですよね。いろいろと職を転々とする人もいると思うんですけど、まあ、それはそれでいろんな経験ができると思うし、まあ、僕も、今43ですけど、この年になって、まあ、いろんなことをチャレンジしてるんですけど、まあ、自動車のね、塗装、板金塗装っていう仕事以外にも、まあ、いろいろと経験したりしてきました。でもやっぱりこう同じところにずっと居続けるよりは、まあ、手に職を持ってさえいれば、まあ、いろんな場所に行って、まあ、むしろね、国をまたいでもね、いろんなところでも仕事できたりするんで、そういう意味ではね、でも求めてる人がいるところで仕事ができることの幸せさと、まあ、それを技術を求めてくれる人がいるっていう意味ではね、まあ、やっぱ一つのことをずっとやってきたことでの、まあ、メリットだと思う。そういう意味では、やっぱり良かったなと思いますね。まあね、自動車の塗装っていう、まあ、こればっかり言ってるけど、連呼してるけど、もの自体も、まあ、これからどういう風になっていくかわからないんですけど、まあでも日本だけじゃなくて、特に東南アジアではやっぱりこの技術っていうのは非常に求められているのが多いし、まあ、実際自分のところにもやっぱりそういうお話がたくさん来てるので、まあ、今後ね、やっぱりこの国内っていう枠だけに収まらず、まあ、その職人っていう、まあ、技術系ですよね、まあ、技術系って職人とするとあるか、まあでも職人技っていうのはやっぱり衰退していくものはあると思うんですけど、やっぱり世界っていう大きな目線で見るとまだまだ市場はどんどん拡大しているなっていうのを実感するので、やっぱり小さい視点で捉えずに大きな視野で捉えると、やっぱりやり続けているものが、まあ、いずれすごく大きな形となって、自分のところに帰ってくると思います。ということでね、まあ、今自分がやっていらっしゃる仕事に対してもね、まあ、いろいろ疑念を抱いたりとか、まあ、先行きが不安だと思ってらっしゃる方もいると思うんですけども、まあ、極めることの大切さ、そういったものをね、感じて日々過ごしていただけると、より充実した一日が送れると思います。ということでね、またまた明日よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。